予告編から北北西に進路を取れば1959年のアメリカ合衆国のスパイスリラー映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック、脚本はアーネスト・レーマン、主演はケイリー・グラント。タイトルシーケンスはソウルバスによるものでキネティックタイポグラフィを本格的に使用した最初の作品であるとみなされている。制作会社はメトロゴ・オレドウィン・メイヤー。 テクニカラー、ビスタビジョン作品。ノースバイノースウェストという方位は現実には存在しない。前週を32方位に分割した時の方位の呼び方では、北北西はノースノースウェストである。北西穂の西はノースウェストバイウエスト、北西穂の北はノースウェストバイノース、北穂の西はノースバイウエストである。ヒッチコック自身も、 ピーター・ボグダノビッチによるインタビューの中で39夜のアメリカ版を撮ろうとずっと考えていた。一種のファンタジーだ。タイトルがこの映画の全体を象徴している。コンパスにはノースバイ・ノースウェストなどというものは存在しない。自由な抽象芸術に近いことを映画制作でやろうとすると思うままにファンタジーを用いることになる。それこそ私が扱っている分野だ。私は 現実の一面を扱うようなことはしない。と語っている。シェイクスピアのハムレット第二幕、第二話のハムレットのセリフ、I am bad, mad, no, h n o t h west, when the wind is s a z a r y I know, a hawk from a h a n d o、so、私は、ホ北クホクの風の時に限って、理性を失ってしまう。ハエの時には判断力があるのだに由来しているという。 説がある教授とソーンヒルが利用したのは、ノースウエスト航空であり、この題名は、ノースウエスト航空で期待と解釈することもできる。イブケンドール広告会社の重役ロジャー・ソーンヒルは、ホテルのロビーでの会合の最中、偶然別の人物に間違えられて、高層な邸宅に連れて行かれてしまう。そこで待っていたタウンゼントという男は、彼をスパイのキャプランと決めつけ、 どこまで情報を嗅ぎつけたのかを教えろと迫る。人違いだと訴えても、キャプランの行動はすべて把握していると言って受け付けない。ソーンヒルがあくまで否定すると、男の手下たちが強引に酒を飲ませて、車に乗せ、崖から転落させて、殺そうとする。転落は免れたが、ソーンヒルはパトロール中の警官に酒酔い運転で、逮捕されてしまう。罰金を払って釈放されると、 彼は拉致されたホテルに戻って、キャプランの正体を確かめようとする。しかしホテルの客室に、キャプランが宿泊している形跡はあっても、キャプラン当人を見た者は誰もいない。そのうち邸宅にいた手下たちが追ってきたことを知って、ホテルから逃走し、タウンゼントが国連で演説する予定と聞いたことを思い出すと、今度はタウンゼントを追って、国連本部へ向かう。ところが、 国連のロビーであったタウンゼントは、邸宅にいた男とは別の人物だった。二人が噛み合わない会話をしていると、そのタウンゼントの背中に、手下の一人が投げたナイフが突き刺さる。ソーンヒルは、殺人容疑者として大きく報道されてしまう。政府のスパイ機関の会議室では、教授と呼ばれるボスを中心に、予想外の事態への対応を協議している。タウンゼントになりすました男は、 実は、バンダムという敵のスパイ一味の親玉で、教授たちは彼らバンダム一味の中に、自分たちの側のスパイを送り込んでいた。キャプランは教授たちが想像した、架空のスパイで、バンダムの注意をキャプランに向けさせることで、味方のスパイを守ろうという作戦だった。教授たちはスパイ合戦に巻き込まれた、ソーンヒルに同情しつつも、味方のスパイの安全のため、あえて何もしないことに決める。 格空の人物とも知らず、なおも、キャプランを追い求めるソーンヒルは、シカゴに向かう、特急寝台列車、20世紀特急に乗る。その車内で、イブ・ケンドールという女性と親しくなる。彼女は、ソーンヒルが、お尋ね者であることを承知していて、彼を自室に招き入れてかくまう。ところが、同じ列車にバンダム・イッチミも乗っていて、実はケンドールは彼らと通じていた。 シカゴに着くと、ケンドールは、キャプランと連絡を取ったと言って、ソーンヒルを、郊外の広大な平原に向かわせる。しかし、その平原で、いつまで待ってもキャプランは、現れず、その代わりの薬を散布していたはずの軽飛行機が、襲いかかってきた。平原を縦横に逃げるソーンヒルを追い回すうち、軽飛行機は通りかかった、タンクローリーに衝突して炎上してしまう。街に戻った、ソーンヒルは、 キャプランが宿泊しているはずのホテルでケンドールを見つける。すでに彼女の蘇生を怪しんでいた。ソーンヒルはこっそりと部屋を出て行った彼女の後を追う。向かった先は骨董品のオークション会場だった。彼が会場に乗り込むと果たしてケンドールがバンダムと手下に囲まれて客席に座っていた。バンダムはソーンヒルの出現に驚くが出展品の人形を落札すると ケンドールを連れて、会場を出ていく。ソーンヒルは手下たちに見張られて動けなくなるが、とっさに、オークションの客に噴して、出店品にデタラメな値をつけて、会場を混乱させ、警官に連れ出される形で脱出に成功する。彼を乗せたパトカーが向かった先は空港だった。その場で教授が初めて、ソーンヒルに接触して、すべての事情を説明する。ケンドールこそは教授たちが、 バンダム側に送り込んだスパイだった。バンダムは彼女が敵側のスパイのキャプランと懇意であることを知り、彼女を疑い始めていた。教授はソーンヒルに彼女を助けるために協力するように要請する。飛行機でバンダムのアジトがある、ラシモア山まで飛び、バンダム一味を待ち構える。そこのカフェテラスに彼らを呼び寄せ、彼らの目前で、 ケンドールが拳銃でキャプランを撃ったように見せかけることで彼女に対するバンダムの疑念を晴らすという作戦だった。作戦は守備よく行ったがその後でソーンヒルはケンドールがバンダムに連れられて出国することを知らされた。奮劇したソーンヒルは彼女をバンダムから奪う行動に出る。アジトに潜入して様子を伺うとすでに ケンドールの正体は見破られていて、彼女を殺害する予定になっていること、そして彼らが盗み出したものは人形の中にあることを知った。それらの情報を密かにケンドールに伝えるが、近くで待機している飛行機の離陸は間近に迫っていた。ケンドールは飛行機に乗せられる寸前にバンダムの手から人形を奪って逃げ出す。ソーンヒルと合流して逃走するも、バンダムの手下たちに、 歴代大統領の顔が岩に刻まれた巨大なモニュメントまで追い詰められる。二人が崖下に転落させられそうになったところで、教授が要請した保安官の銃に助けられる。画面が切り替わって、信頼者のベッドの上で、ソーンヒルとケンドールが抱き合うシーンで幕となる。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、手に汗握るサスペンスで、映像的にも象徴的な、 このヒッチコック後期の傑作は後に続く、数え切れないほど多くのアクションスリラーの基礎を築いた。であり、79件の評論の内高評価は99%に、当たる78件で、平均点は10点満点中9.1点となっている。メタクレティックによれば、16件の評論のすべてが高評価で、平均点は100点満点中98点となっている。 第32回アカデミー賞において3部門にノミネートされた。1960年、エドガー賞の映画脚本部門でアーネスト・レイマンが最優秀賞を受賞した。劇場予告編からのスクリーンショット。ありがとうございます。